こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィリアプリ2020最新情報をお伝えしていきたいなと思います。ということで今日はですね、インテルクラブセレクションレベマ比較やっていきたいなと思っております。いやー、インテルですね、初登場ということで、どっちなんだろうな、インテルとナポリだとインテル引いてる方の方が若干多いんじゃないかなとは思ってますので、はい、ちょっとこちら優先して明日にですね、ナポリは出せると思いますので、両方とも確認していただいてガチャ引くかどうか判断していただきたいなと思っております。ということで今日もですね、7段階評価ですね、 S から C までの7段階でやっていくんですけど、これあくまで僕の独断と偏見になりますので、ぜひ皆さん使っていただいて判断していただきたいなと思います。ということで早速いきましょう、レッツゴー。はい、本日1人目はですね、 B 評価戦士選手ですね。戦士って名前すごいいいですよね。ステファノ戦士ってなんかすごい響きがいいなって思ってますし、結構リアルではすごい活躍してる選手みたいなんですけど、今回コスト17の銀から一気に黒玉まで強化されました。でかなり上がっていて、能力強化も素晴らしいですよね。ドリブルプラス7だったりとか、めちゃめちゃ強化されてる数値もあるので、ここに関してはこの CS の中でトップクラスの強化なのかなと思っております。でパス、ドリブル系に関してはオール90超えですし、能力面はですね、安定値ですごく高いなっていう印象は受けましたね。はい、なんですが、コンディション安定の4っていうのと、あとスキルのところですね、ワンタッチパス持ってるのはめちゃめちゃいいんですけど、まあそれ以外そんなに多くないですし、プレイメーカーに関してはですね、今いろんな優秀な FP 出まくってるので、その中では正直厳しいのかなとは思ってしまいましたね。はい、まあ長所とか考えても悪くはないんですけどね、なかなか上がりづらいなっていうのが正直な印象なのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね、 B プラ評価ブロゾビッチ選手ですね。ブロゾビッチはですね、面白い能力値してますし、僕昔からすっごい愛用してた選手なので、なんかすごい感慨深い形になるんですけど、ブロゾビッチで言うとですね、なんか勝手なイメージでは攻撃的な能力がですね、特化してるタイプかなと思ったんですけど、能力で言うと超バランス良くてですね、意外と欠点がない形なんですよね。特にまあ突出しているところで言うとパス系とかですかね。パス系ともに90乗ってて、長所もプラスついてますし、あとはですね、スタミナ94とかも素晴らしいですよね。はい、中盤でここってすごく大事になってくるので、スタミナもいいですと。であとはまあ足元系もしっかりありつつ、ディフェンス能力もあるということで、はい、この辺の能力値のバランス感すごくいいんじゃないかなと思っております。で決定力はそこまで高くないんですけど、キック力が93とかなり高いのと、ライジングシュートとコントロール株持ちということで、能力値以上の決定力っていうのは見せてくれるんじゃないかなと思っております。なので結構いいなと思いつつ、意外と難しいですよね、このボックスとボックスのバランスタイプって。結構上には上がいる感もあって、あとはワッパとか持ってたら結構いいなっていうところではあったんですけど、その辺で正直めちゃめちゃ抜けてる感じはないのかなって思ってしまいましたね。まあライブアップデート良ければ使うのワンチャンありますけど、はい、そんな感じなのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね、カンドレーバ選手ですね。カンドレーバは僕前回当てて結構使ったんですけど、普通に使いやすいですね。最初あんま強くないかなって思ってたんですけど、使ってみたらですね、結構強いなっていうのは思いましたと。で、能力で言うと今回全体的に強化されていて、トロコに関してはですね、95まで乗ってますので、はい、ここはいいんじゃないかなと思っております。で2列目からの飛び出しでバランスいいですよね。はい、足元が突出してるもののパスもできるし、そこそこ決定力もあるし、キック力すごい高いので、ライジングドロップ無回転生かして強烈なミドル打つことできますし、あとはですね、まあスピード瞬発も悪くなかったりとか、フィジカルの部分も結構あるので、まあこの辺のバランス取れてるタイプとしてはすごくいいんじゃないかなと思っております。まあただこちらも2列目ってかなり激戦区ですし、もうちょっと突出した能力が欲しかったなっていうのは正直なところかなと思っております。で以前のですね、週刊 FP カンドレーバと比べていくと、まあさすがに週刊 FP のが強いんですよね。ここもちょっとね、評価上がりきれなかったところもあって、ボルコンだけは一矢報いてるんですけど、他が完敗なので、週刊 FP 持ってる方は週刊 FP でいいんじゃないかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価ハンダノビッチ選手ですね。はい、この選手は意外と初登場か、なんか僕の中ではハンダノビッチってもう3回ぐらい出てきてる印象あったんですけど、能力というとですね、まあ高いですね。クリアリングだけが95とちょっと穴になってるんですけど、それ以外はですね、5つ4つ完走してますし、身長193とすごく高い方ですし、競り合い系ジャンプ94、フィジカルコンタクト89だったりとか、割とですね、コーナーキックからのハイボールみたいなのも普通に処理できる選手なので、そう考えるとまあ大きな欠点はないのかなと思いますね。はい、でまあちょっとマイナスポイントとしては、低弾道パントキック持ってないっていうのと、まあ今言ったようにですね、コーナー7以上がいいって方結構多い気がするんですよね。はい、なのでそう考えるとまあその部分はマイナスかなっていうところで、でもゴールキーパー枠としては全然優秀なので、今回はですね、 A 評価ぐらいが妥当なんじゃないかなと僕は思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、 A プラ評価ということで、まずはゴディン選手ですね。でゴディンに関してはちょっとね、評価分かれるような気もするんですけど、僕はですね、プレースタイル比較とかもしながら、いやこの選手はかなり強いなと思ったので、ここまで上げさせていただきました。能力見ていただきたいんですけどもね、ディフェンスと競り合いの能力がマジで半端なくて、アグレッシブネスはもともと99なんですけど、そこにですね、ディフェンスセンス90、
39、ヘディング96、ボールダッシュ96ということで、ここマジで半端ない。ディフェンスセンスとアグレッシブネス完走してるセンターバックって意外といないんじゃないかな。なのでここもですね、唯一無二感出してるんじゃないかなと思っております。で、適性はセンターバックのみなんですけど、今後7と安定してますし、スキルもですね、センターバックとしては結構完璧なスキルだと思ってますので、はい、ゴディンはね、これいいんじゃないかなと思うんですよね。で、唯一で最大の欠点はやっぱりスピード先発のところで、まあ、正直ここはね、結構低めなので、ぶっちゃけスピシュンをすごく大事にしてる方にとってはそこまで上がりきらないんですけど、まあでもスピシュン対センターバックって結構いるので、その中では最強クラスなんじゃないかなと思ったので、今回はエプラまで上げさせていただきました。で、センターバック登録のですね、ハードプレスで比較するとこんな感じで、あ、ちなみにハードプレスっていうのも結構いいかなと思ってて、ビルドアップがですね、まあツイッターとか見てると結構上がってっちゃうんで、センターバックのプレススタイルとしては微妙みたいな意見も結構あって、そういった意味ではハードプレスっていうのもいいポイントではありますよね。ディフェンス能力でいうとですね、この中だと圧巻の数値なんですよね。これクリバリすらもディフェンス能力だけで言うなら勝ってると思ってて、いや、ここは本当ゴディンの一番の魅力ですよね。で、さらにですね、パス系とかヘディングのところもトップ数値かなり取ってるので、本当に長所と短所が分かりやすいというか、そんなところがですね、プレスタイル比較から分かってくるんじゃないかなと思っております。ただ基本的には能力値かなり優秀なので、僕の中では今回大当たりと考えていいんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ラウタロマルティネス選手ですね。いや、アイコンかっこいいで、僕めちゃめちゃ好きで、この選手はですね、週刊 FP に続いて2回目の登場という形なんですけど、今回も綺麗に強化されてますし、いつ見ても圧巻の能力値ですよね。やっぱラウタロマ強いなっていうのは見て思いましたね。で、パス系数値だけはですね、明確なマイナスではあるんですけど、攻撃面はですね、90超えの数値ってかなり多いですし、スキルのところ見ていただきたいんですけど、ミドル、ドロップ、アクロバティック、ワンタッチとシュート系スキルがめちゃくちゃ多いので、能力値以上のですね、得点能力っていうのは間違いなく発揮してくれる選手だと思いますね。で、大きな欠点なくスピード瞬発も高くて足元もあるので、まあ、とにかく使いやすいっていうのが多分一番の印象になってくるんじゃないかなと思っております。で、ラインブレーカーで比較すると、やっぱりラインブレーカーはいい選手多いんですけど、その中でもですね、まあ、キック力、スタミナなどトップ数値取りつつ、ゼップが平均点以上っていう感じがするので、やっぱりここはね、あの、こういうところが使いやすさにつながってくるんじゃないかなとは思いますね。で、以前のですね、週刊 FP ラウタロマルティネス比較すると、まあ、スキル能力ともに、あ、でもこれそっか、でもスキル追加今回できんのか、そう考えると今回のラウタロも全然悪くない気がしてきたな。能力で言うとですね、ヘディングとボディコンが下がっちゃってるんですけど、今回ですね、まあ、スキル追加枠6個で配られますし、スキル追加できる枠が1個残ってるって考えたら、いや、こっちの方が強いかもしんない。これでワンパとかつけたらすごい面白いと思いますし、僕としてはですね、パッと見で習慣の方が強いかなと思ったんですけど、いや、今回の方がいいかも、僕だったら今回の方使うかもしれないですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく A プラ評価シュクリニアの選手になります。で、この選手もめっちゃ優秀かなと思ってて、ゴディンと同じくですね、能力値に関しては超優秀かなと思います。で、ディエンス能力のところで言うと、ディエンスセンス99、ボールダッシュ98、アグレッシブネス96、フィジカルコンタクト98ということで、単純なディエンス能力で言うとゴディンとまあ同じぐらいかそれより上かっていう感じですよね。で、あとフィジコン98っていうの結構珍しいと思ってて、今回まあプラス4されてるっていうのもあるんですけど、はい、なかなかここまで高い選手って黒玉センターバックでもいないなっていう印象を受けますね。なので、まあ、センターバックとしての強さ、高さ、硬さみたいのは全て最強クラスなのかなと思います。硬さって表現いいのかな、ちょっと合ってるか分かんないけど、はい、そんな感じかなと思っております。で、ただですね、スピードに関してはこちらもそんな高いとは言えないんですよね。もちろん低くはないですけど、そこまでという感じなのと、あとはですね、スキルのところでインターセプトがないので、ここをどう評価するかっていうところなんですよね。はい、インターセプトがあれば S 評価も全然ありえたかなっていうところなんですけど、この辺を考慮して今回は A プラとさせていただきました。ただ能力としてはかなり強いので、はい、こちらも大当たりの選手と考えていただいていいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、ラストはですね、 S 評価ルカク選手ですね。もうね、走る理不尽ルカク先生ですよ。はい、もうルカクに関しては前回はですね、 A プラまでしか評価がなかったんですけど、はい、今回は S まで上げさせていただきました。で、これもですね、結構評価が分かれるポイントだと思ってて、かなり 重いんですけど、使いこなせはめちゃめちゃ強いということで、はい、まあでもこの能力値は S でいいんじゃないかなと思いました。で、能力で言うと決定力がトップ評価で、他はまあ薄く広くという感じなんですけど、決定力プラス5とか割とえげつないですよね。で、フィジカルコンタクトカンストは言うまでもないですし、この理不尽な得点能力ね、決定力95、キック力94に、無回転シュート、ワンタッチシュート持ちということで、いやー、ここめちゃめちゃ強いですよね。はい、で、ただですね、まあ、足元がなかったりとか、スピードあるとはいえ身長も結構高かったりするので、この辺の重さはあると思うんですよね。なので、ここは人によって合う合わないは結構はっきりしてくるんじゃないかなと思っております。で、あと、そうだ、ルカクに関してはいいのは、利き足が左利きなので、左利きのボックス
ストライカーっていうのもめちゃくちゃ貴重っていうのも一つありますよね。はい、でプレスタイルで比較するとフィジカル面はさすがの数値ですよね。はい、ここすごく高いですし、さらにですねパスやスピード系決定力もしっかりと平均点以上取れてますので、いやーこれは S でいいんじゃないかな。今のボックスストライカーの中だったら、ロマーリオ、ルカク、あとはまあケイン通常も強いですけど、まあロマーリオ、ルカクあたりはちょっと抜けてるのかなっていうのは見てて思うので、はい、今回は S 評価とさせていただきました。で以前のですね週刊 FP ルカクと比べると、今回ねそんな悪くはないんですよね。オフェンスセンス下がっちゃってるので、まあどっちか言うなら前回ですけど、ボルコンとキック力、ディフェンスセンスが上がってますので、まあそんなに弱体化って感じではないのかなと思ってますね。まあただ両方当てた方は前回の阿波踊りルカクでいいと思いますので、はい、ぜひそっち使ってあげてください。はい、ということで今回ですねインテル CS 全8名かな、はい、比較させていただきました。でやっぱりですねこうやって比べるといい選手すごい多いので、まあコインセールとかで余裕ある方はですねぜひチャレンジしていただいてもいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ですね動画以上で終了していきたいと思います。いいと思ったら高評価、それにチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなと思います。でちなみに先週のクイズに関してはちょっと日本に帰るまでは復活できない感じがするので、はい、ちょっとだけお待ちいただきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。